い、皆さん改めましてこんにちは。今日は新潟冬食の陣、バンダイ会場にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本当に、ね、お天気は良くなったんですけれども寒いですからね、皆さんずっと立ちっぱなしでお待ちいただいてね、本当にありがとうございます。さあこれからですね、お待ちかねのご当地アイドルどんどん登場してまいりますので、ライブであったかく熱くなっていってくださいね。はい、もういいですね、皆さんも会場ヒートアップという感じなんですが、そう、新潟以外からいらっしゃったという方どのぐらいいらっしゃいますか。皆さん遠いところ雪の中本当にありがとうございます。ニコニコ笑顔でもパワー全開という感じですね。どなたを見にいらっしゃったんですか。エリコ、もう全国的にね、もうファンの方がもう大急増中でございますけれども、活躍中のねねぎっこをはじめ、今日はねもうアイドル三昧この会場でしていただければと思いますよ。それでは間もなくね最初に登場します、ユーティストをご紹介します。昨年の11月新潟市古町で行われたオーディションで誕生した新しいご当地アイドルユーティスト。新潟市を表すリュートという言葉にアーティストを加えリューティストと名付けられました。小学校5年生から高校1年生までの5人組のユニットです。古町で生まれ古町で育ち古町を応援するリューティストなんですが、今日はバンダイ会場にお越しいただきまして、このバンダイシティも一緒に応援してもらえればと思います。それではお呼びしましょう。リューティストの皆さんよろしくお願いします。大きな拍手でお迎えください。お正月
うございました。皆さんこんにちは。せーの、君に魔法を投げ入れる、リュートのキュートなリューティストです。よろしくお願いします。はい、それでは一人ずつ自己紹介をさせていただきたいと思います。まずはゆりり。はい、それではゆりりの早口言葉にします。皆さん手拍子お願いします。せーの、ゆかゆりりはゆらゆらいってゆかが言われるゆりり。ありがとうございます。高校1年生16歳のゆりりこと木村ゆりです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。最年少小学5年生11歳のブータンこといからしむらです。今日も元気？マリマリマリ。はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。中学1年生、12歳のともちぃことのともえです。今日もニコニコスマイル。ともちぃで頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。歳のワッカーこと石若菜です。今日も皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。うちらのクラブのリーダーはのんびりのんきなのんのんだよ。ありがとうございます。高校1年生16歳の佐藤の子です。よろしくお願いします。それでは次の曲を聴いてもらいます。次の曲はビートゴーズオン、約束の場所です。聴いてください。
ありがとうございました。それでは次で最後の曲となります。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは聴いてください。ラリリレル。ありがとうね、本当にね、秘密言葉のラリリレルとさよなら言葉のバハハイという言葉があるんですが、皆さんも一緒に言ってください。まずちょっと私たちで見本を見せたいと思いますので、ぜひ覚えてください。いくよ、せーの。ラリリレルバハハイという挨拶です。皆さんもぜひ一緒にやっていただけたら嬉しいです。それでは今日はありがとうございました。せーの、ラリリレルバハハイ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。リューティストの皆さんのステージでした。すごい可愛らしいしね、もうねファンが大勢です。
ですよね。皆さんね、振り付けも名前もちゃんとね覚えてらっしゃって、はい、もうすごいですね。ありがとうございます。バンダーシティの会場でライブされるのは初めてではないです。初めてですか、はいはい、アウェー感とかある？ないよね。ないですね。ないですよね、はい、みんなすごい応援されてますもんね。はい、はい、これからも頑張ってください。応援してます。ありがとうございました。ありがとうございました。ユーズ下の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。本当に冬の妖精たちですよね。かわいいです。